皆さんどうもこんにちは、メリッサです。ただいまの時刻がですね、8月7日の17時55分ということで、あと5分でプロスピセレクション 20th スピリッツの12名の発表が行われます。なので今回は目の前にパソコンとこのスマートフォンを用意しまして、ちょっとねリアタイをしながら情報解禁を待ちたいと思います。いや12名誰になるんだろうね。いやもうめちゃくちゃワクワクしております。でですね、発表前にちょっとねコナミさんがせっかちな部分がありまして、なんとですねコナミさんから先出しリーク情報が流れたんですよいやーコナミさんせっかちだね。18時公開言うたやん、調子くん殴るぞ。あーもう16時になっちゃった、18時になっちゃった。ってことでちょっとねリアタイして YouTube 見ていきたいと思います。さあってことで動画が公開されてるんでちょっとね見ていきたいと思います。てかさ、てっきり俺プレミアム公開だと思ってたんだけど、普通に動画なんだね。はい普通に動画なんだ。パワプロプロスピ公式チャンネルに動画が上がっております。はい、ってことで、お、牧島さん牧島アナウンサー会いたいね、久しぶりに。牧島アナウンサー。ちょっとじゃあ動画なんで飛ばすか。ちょっと誰が出るか、飛ばし見ていきたいと思います。お、メンバー発表ですね。プロ野球スピリッツ2004。あ、そうやって年代ごとに発表していく感じなんだ。一人目、ロッテ発表ですね。ロッテ、小林選手。あ、小林選手出るんだ。里崎選手じゃないんだね。はい、一人目の発表が千葉ロッテマリーンズ、小林正秀選手、2003年査定でございます。2004年のパッケージからの選出ですね。この小林選手、過去に3度登場がありまして、9位80、請求85、スタミナ56と、もう請求お化けなんですが、はい、見てください。査定が2002年なんですよね。さあ、これ、能力変更あるよ。能力変更あります。はい、過去にね、里崎さんがバッテリーを組んだということで、まあ、球種の変更、まあ、それだけじゃ球種の変更はないかな。ストレート、カットボール、高速シュート、縦スライダー。正直、球種はですね、あんま変わんないと思うし、そもそもそんな強くありません。特能は超存在感、キレコントロールと、まあまあ強め、てか結構強めの能力してますね。小林正秀選手の2003年の成績が44試合登板、33セーブに、防御率 2.87 ということで、まあ、2002年と比べちゃうとね、ちょっと防御率が落ちるのよ。てかかなり落ちるのよ。で、投球回数も前年に増してる、あんま増してないので、まあ軽い能力予想といたしましては、9位78、請求80、まあちょいぐらいで来るんじゃないかなと思われます。まあ球種の方はね、変わることがあんま見込めないので、まあ正直リアタイ向けの選手ではないかなと思いますね。続きまして、二人目が発表されました。二人目は先ほど申し上げた通り、2004年の松中選手でございます。はい、ソフトバンクは松中選手ということで、まあこれ2004年査定で、で、松中選手はですね、まあ YouTube にて、能力がなんと公開されていますね。能力はこの OB のやつと全く同じかな？全く同じですね。弾道パワーヒッター、ミード84、パワー84に、まあ、守備適性61に、超パワーヒプルヒアベレージヒッターと。いや、能力の変更なしか。いや、これはね、なかなかきついな。正直、まあ、パワー評価が8月の下旬に来るんですけども、パワー実数値が98のプルヒッター。正直ね、リアタイで使われることはないと思います。はい。これはちょっとリアタイ的にはかなり厳しい能力。8月下旬にパワーヒががっつり強くなると思うんですけど、正直ね、高額な方がないと僕はダメだと思ってますので、ちょっとこれはもうソフトバンクファンの方が中心に獲得しに行くんじゃないかなと思います。いや松中選手能力変更するならここだったんじゃないかな。うん、ファースト守備 B とか、まあ、補給 A とかね、まあプルヒをなくすとか、もっとね何かしらあってくれたら嬉しかったなと思います。続きまして3人目の発表でございます。3人目は2004年の古田敦也選手でございます。はい、いやいいね古田さんは。で、査定がですね2004年ということで、まあ、2004年査定は初めてなんじゃないか。古田さんの2004年の成績が133試合出場の打率3割6厘、ホームラン24本、打点79ということで、いつも出てる古田さんと比べたら、ちょっと打撃能力は落ちてしまいますよね。なので表の能力は、まあ、ミート79、パワー75ぐらいで、まあ、推移するんじゃないかなと思います。まあでも、盗塁阻止率の兼ね合いや、あとベテランですので、ベテランの射程ですので、まあ、守備能力の、アップは期待できるんじゃないかなと思います。特殊能力は保守20までチャンス界存在感ということで、まあ、ここにね、広角打法がつくようなことがあれば、今後リエタイで、もっと見ることが、多くなるんじゃないかなと思います。ということで、ヤクルトは古田さんでございました。いや、古田さんは欲しいね。毎年のように OB 登場してるけど、まあ、ヤクルト修正強くしたいんで、はい、古田さんはちょっと欲しい。続きまして、4人目の発表です。4人目は日本ハム2005年査定の小笠原選手。ここはね、事前にコナミさんがリーク情報を出してくれてたんですが、ですが、小笠原選手は、なんとですね、動画内で能力判明しております。
その能力がこちら、弾道パワーヒッター、ミート77、パワー82、総力66の、サードは特殊で B いけますね。ここはでかい。で、特の超パワー非効果フルスイングということで、いや、これは強いね。まあ、チャンスがフルスイングに変わって、ちょっとミートが落ちちゃったというイメージですね。まあ、一番いい時の能力じゃないんで、ミートが下がるのはしょうがないんですけど、いや、フルスイングはね、全然いいと思うよ。うん、ミートも最低限のミートありますし、やっぱパワーの実数値というのが、リアタイでは非常に重要となってきますので、正直ね、当たった方は継承しちゃっても、まあ、いいんじゃないかなと思っております。これカンストするよね、多分ね。はい、パワーカンストのガッツ。これちょっとね、ロマンあるんじゃないかなと思います。続きまして、5人目の発表でございます。5人目は、2006年、中日ドラゴンズ、福留孝介選手でございます。いやここは嬉しい。いや、今のところやっぱビッグネームすぎるね。パッケージから選ばれてるだけあって。福留選手はですね、過去に TS の常連として毎年のように登場していて、その度に当たり枠として扱われてましたから、ここの追加はマジで嬉しい。しかも査定が2006年の全盛期ということで、TS で登場したものと全く同じ査定になりますかね。弾道高弾道のミートパワー A、総力 B に、デフォルトでライト適正 A あるんですよ。で、さらに嬉しいのが、センターとレフトも B あるんですよね。これがね、福留選手がめちゃくちゃいいところ。で、強いのが超広角打法固め打ち逆境、広角を持ってるんですよ。高弾道の広角なので、ある程度安定したバッティングを見せることができます。ただね、パワーがそんな高くないんで、まあ、モサのオーダーに絶対入ってくるかと言われると、まあ、入ってこない可能性もありますね。なのでね、まあ、レフトの守備を固めたいとか、吉野部さん持ってないよという方は、福留選手獲得するの、まあ、非常にありなんじゃないかなと思います。ってことで、5人目、福留選手でした。いや、今んとこめちゃくちゃ豪華だわ。続きまして、6人目。6人目は、西武ライオンズ、中島選手でございます。来ました。中地来たか。中地いいね。中地はですね、2008年査定ですね。2008年ってことは、これと全く同じ能力かな。そうだね。イヤー2008ということで、弾道アーティストのミート A、パワー B、総力 B と、ショートとしては破格のステータスを誇っております。で、守備はですね、そんな適性高くないんですが、まあ、積極守備というのはめちゃくちゃいいですね。ただ、補給スローイング方があんま良くないんで、まあ、裏捨てが、うん、怖いね。はい。守備はちょっとね、つかせるのは慎重になった方がいいですね。ただ、超アーチ、広角の方、固め打ちと、それを持ってあまりある打撃ステータスがありますので、まあ、ショートで使ってあげるの、まあ、非常にね、まあ、いい選択肢なんじゃないかなと思います。いや、中地登場するか。まあ、ショートはね、結構ね、困るポジションでありますので、スピリッツ的に、ショートで使ってあげるのめちゃくちゃありだな。いや、これは狙いの選手の一人になるな。続きまして、7人目。7人目はですね、東北楽天ゴールデンイーグルス、田中将大選手でございます。いや、もうビッグネームすぎない。で、マー君がですね、2011年の査定ということで、2011年の査定ってこのワールドスターと同じやつかな。あ、ワールドか、ワールドスター2013か。このマー君はね、ツーシーム持ってなくて、表のステータスはめっちゃ高いんですけど、リアタイで使われないんですよ。じゃあどちらかといえばこっちのマー君に近くなるのかな。2009年 WBC のやつなんですけど、こっちのマー君はですね、ツーシーム持ってるんですよね。いや、ここちょっとどうなるかな。マー君の能力が一番読めないかもしんないね。マー君の2011年の成績が19勝5敗の、で、防御率が 1.27。2013年の24連勝と同じ防御率やん。いや、マー君これ、もしかしたら強いかもしんないぞ。2013年のマー君の能力がこんな感じなんですけども、完投数が多いということで、これスタミナアップ見込めるんじゃないか。じゃあ、ドンピシャ能力予想していい？ドンピシャ能力予想。9位82、制球80、制球84、スタミナ86。どうでしょう？はい。そんな変えてこないと思うんだよな。いや、球種は正直わかんないです。はい。ツーシームスプリットにしていいんじゃない？コナミさん。ねえ。まあ、査定終わってるかも。うん。査定終わってるね。続きまして、8人目。読売ジャイアンツ、長野久義選手でございます。長野選手。ここも嬉しいね。いや、もう、青春時代の選手ばっかなんですけど、2011年の査定ということで、まあ、この TS の能力と同じになりますかね。2011年査定なんで。能力の方は、ミート A、パワー B、総力 B に、広角アベレージヒッター、選球眼ということで、まあ、中弾道っていうのがね、ちょっと痛いんですが、センターの守備 B になるんで、まあ、巨人人生の方を中心に、まあ、人気出てくるんじゃないかなと思います。いや、やっぱもうパッケージのセレクションだけあるわな。まあ、長野選手もね、結構 TS 常連になりつつあるんですけど、まあ、もしね、当たったら継承して、まあ、動画にしたいなと思っております。続きまして、9人目。9人目は、なんと意外ですね、広島カープ、大瀬良選手でございます。大瀬良選手がですね、2018年の査定で来るんですね。大瀬良選手がですね、2018年の査定で来ます。
2018年ってどういう能力だったっけ。2019年のものだよね。なるほど。球威81、制球81、スタミナ80、これで来るのか。いやリーグ生これめちゃくちゃこれ欲しいんじゃない。まあおそらくこの能力で来ると思います。球種の方は、まあ、全部で6球種、まあ正直リアタイム向けの球種とは言えないですね。で特殊能力はキレコントロール対ランナーと、まあちょっと弱めかな。うん、ちょっと弱めではありますね。まあ正直広島純正の先発ローテーションには入ってこないかな。まあただこれはリーグ勢の方向けですかね。続きまして10人目の発表でございます。10人目はですね、横浜ベイスターズ筒香嘉智選手でございます。いやー、筒香選手か。これね、2018年査定なんですよ。今までのワールドスターのものは2016年かな。うん、2016年の査定なんで、はい、こちらの2019年、通常の筒香選手をもとに能力が出されるんじゃないかなと思います。能力予想といたしましては、ミート79、パワー84、走力66の弾道アーチスト。で、レフト適正は59の超アーチ、広角打法、選球眼ということで、選球眼か。今までの筒香選手に選球眼がついたことあんまないと思うんで、まあ、これはこれで面白いですね。まあ、2018年の査定なんでね、2割9分5厘、ホームラン38本。いや素晴らしい、素晴らしい能力だね。いや日本球界に復帰したばかりの筒香選手がこうやってセレクションで出てくれるの、まあ、非常に嬉しいですね。まあ、去年夏のヒーローセレクションで登場している筒香選手ですので、まあ、2年連続セレクションで登場となりますね。続きまして11人目。11人目は阪神タイガース近本浩二選手でございます。いや近本選手ね、ここに来て2024年ね、あ2024年査定。まあでもね、単純にプラス1だと思う。うん、ミート A、 パワー B、 走力86になると思います。はい、まあ、セレクションはそういう傾向にあるので、僕はそういう能力予想しておきます。まあ今の成績を参考にしてしまうとミート下がっちゃうしねで近本選手の魅力は守備だよね。センター適正 A でアベレージヒッターを持ってるということで、阪神ファンでミート打ちが得意だよという方は近本選手獲得してみるの、まあ、非常にありなんじゃないかなと思います。続きまして12人目、ラストですね。オリックスバファローズ森友哉選手でございます。あれあ、オリックスって糸井さんだとずっと思ってたんだけどごめん、ミスった。違うわ、森選手だったわ申し訳ない、糸井選手予想だったんですけど、シルエットで。なんとなんと森友哉選手、森選手はですね、今年強化を受けておりまして、弾道ラインドライブで、能力予想はですね、ミート79、パワー78、走力74かな。いやこれはね欲しい。最新スピリッツでミートパワー上がるんで、で特殊能力は超チャンス20丸、ラインドライブ選球眼ということで、これオリックス純正に割と必須級な能力してますので、ぜひともねオリックス純正の方は獲得してみてください。ということでいかがでしたでしょうか。プロスペセレクション20スピリッツの12名の発表でございました。メンバーをおさらいしておきますと、ロッテ小林選手、ソフトバンク松中選手、ヤクルト古田選手、日ハム小笠原選手、中日福留選手、西武中島選手、楽天田中選手、巨人長野選手、広島大瀬良選手、横浜都合選手で、阪神近本選手、オリックス森選手ということで、いやこれ豪華な12名になってるとは思いますけどね。まあ豪華というか、まあリアタイ的な性能は除いて、まあ、あのビッグネームの12人が揃ったかなと思います。まあ、リアタイ面で見ても使える選手何人かいらっしゃいますので、結構いいガチャになってるんじゃないかなと思います。まあ、登場はですね8月8日の15時無料10連もあるということで、これはちょっとね楽しみにガチャを引きたいと思っております。その生放送もぜひとも遊びに来てくださいってことで、今回もご視聴いただきありがとうございました。補足情報だったり他に知ってるよってことがありましたら、ぜひともねコメントの方でお待ちしております。ってことでありがとうございました。